こんばんはこんばんはこんばんはただいま広島です <laughs> ごめん なんかさ広島帰ってきてさなんか安心して寝とった <laughs> ごめんねそう寝とったごめんなさいこんばんは1コメさんと1ギフトさんは今から書きます <laughs> こんばんは。いちかめさん、日傘のたっきさん、ありがとうございます。はちるはちさん、タコ、はりちゃんさん、ハート、ありがとう。はちるはちさん、チューリップもありがとう。アブリカルビディディさん、コンペートウ、ウィンディさん、ラブレター。すずかさん、ハート、スウィービーさん、アイスクリーム、はちるはちさん、ハート、ありがとう。こんばんは。こんばんは、ありがとう。そう、なんかさ、もうさ。 ななんかなんていうの安心安心してそう <laughs> なんかね取った <laughs> ごめんね一人人三角ねあれ誰だっけああ,あうわこんばんは ゆふたさんはっせらはっさんありがとうございますえぐっグッサン一重百千万万ツンツンだわ頑張ったたわありがとうありがとうございますありがとうグッさんしかも頑張ったうれしいありがとね今スクショ取ったからまたあのお礼と喜びの前。 やるからよろしくありがとう <laughs>、うんハッサロハッサハートありがとう <laughs> そうそして皆さん昨日第5回 akb 48グループ歌手力ナンバー決定戦の決勝大会でファイナリストライブに出演することができましたうん <laughs> 出演することになりました 嬉しい、はい、はしゃはしゃハートありがとう、ありがとうみんな嬉しい、たくさんありがとうございます、やった、めっちゃ褒めてくれる嬉しい、ありがとう、そう、いや昨日は本当に会場にもねたくさんリオのファンの方も見に来てくれてコペンライト振ってくれてた、くれくれ,くれてて。 <laughs> ありがとうございましたあのね現地に来れなくてもテレビのねところであっフレーム映ってるジャんそうでテレビでね見てくれてたりとか本当にみんなありがとうございましたしかもその始まる前とか始まった後とかもなんかたくさんツイッターでもあのなんか応援パワーくれて なんかめっちゃずっと <laughs> ずっと可愛いありがとう <laughs> そうで応援パワーくれて本当に力になったしみんなありがとうございますそうなんですよ昨日のことは明日ゆっくり話してねそうそうですね <laughs> ありがとう ファイナバリーさんレインボースターありがとうあ自己紹介しようかな STO テの研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村龍ですぜひ皆さんまだここのハートボタンがまだピンクになってない方はぜひフォローお願いします推薦コメントもあってます初見の時計さんお歌唱力を見てやってきましたありがとうございます STO テの研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村龍です ぜひ気になったらハローお願いしますこんばんはありがとうございますみんな嬉しいそう今日はちょっとねあれですみんなに感謝の気持ちを感謝の気持ちと嬉しさを伝えようと思って配信をしましたほっやっぱり自慢の推しだやったーちょっと待ってね平次さん バラありがとうバリーさん一流百千万ワンツーツーうしいあフレームドアだったのありがとうたくさんありがとうございますこれはなんだっけひこぼだっけあれひこぼ星いや、ひこぼしひこぼは違う七夕だ あぁ分かんないけど <laughs> ありがとうまたお礼させてねありがとうはい昨日は一曲目は十回を歌わせていただいて二曲目は花鳥風月を歌わせていただきましたそうなんですよあまた来たそう画面でもリアツのファンいるって見えましたあ見えたんだえなんかさ録画してあるけどまだね見てないので見よう 嬉しい <laughs> 緊張したもちろん緊張してもな緊張もあったし不安もあってもう震えてました <laughs> そうみみえさんかわいいありがとう年老いてマーボーさんレインボースターありがとうそうなんかもかじさんハートありがとうその NWP オーディションの頃からずっと出たかったこの歌唱力に初出場してあの決勝大会のステージに立ててあの何ていうの景色を見れてすごく嬉しかったしその貴重な生バンドでこう歌唱することもできてすごい嬉しくてしかも初出場でファイナリストライブにあの行けることができたのです。 かく嬉しいしまだ実感が湧いてないのでなんかもうずっとそわそわしてるんですけどもうあの場所に立てたこと自体が感動的でもうすごい幸せなことでした TikTok に千さんさん「エモ、えー、スターありがとう」「森森さんフレームありがとう」「とんちゃんさんお疲れありがとう」はい。 痺れた？十回。<laughs> ちょん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 ち <laughs> やった、嬉しい。あ、なんかできたよ。こっちは男の子の方だ。イエーイ！あー、女の子来た。ああ。車 <laughs> 検の尾瀬田さん、昨日の歌唱力見に行きました。素敵な歌でびっくりしてたら十四歳って聞いてもっとびっくりしました。ありがとうございます。市立あずた研究生、中学二年生十四歳のりゅうつんこと岡村理恵です。 ぜひ気になったら,らお願いします。ラブツンです。実家のポーズ。一 <laughs> 曲目と二曲目のギャップもすごかった。そうなんですよ。そ,それもね。はい。 初見のかなちゃんさんもありがとうございます SV t て研究生中学2年生14歳のリオツンこと岡村リュウですぜひ気になったらフォローお願いしますなんかいっぱいいっぱい話したいことがあるので明日の配信では明日の配信とかも後々いろいろ話していこうかなって思います今日はねちょっと時間がないんですけどねリオツンの歌は引き込まれるやりーありがとう

<laughs> ゆづきさんペンライトありがとうまだお披露目して1年経ってないんだよねそうなんですよ研究生になってまだ1年が経ってなくて5月になったら1年経ちますね <laughs> そう喉はやばかったですまあ今もやばいんですけどそうみ見ての通り。 今もちょっとやばいんですけど。ゆずきしさん。チューリップ、ありがとう。そう、耳もまだずっとこもってて。そう。遠くはアホっぽい。<laughs> いや、緊張してて。でも、ちゃんと喋れてたかも、記憶がないです。もう。もうね。<laughs> 記憶がない。でも、りお、本当に。あの、ファイナルストライブが楽しみ。 フォローありがとうございます <laughs> そう、カップ好き師くんさんありがとうありがとうございますホリちゃんさんレインボースターありがとうありがとう皆さんすごい嬉しいカップ好き師くんさんハートありがとう、うん、さらにリオツの好きになったああありがとう 中中森方 <laughs> 中森フ<よ>フ <laughs> <laughs> ありがとう <laughs> くしゃみは治ったは、くしゃみ治ったえっ確かにでしかもそのなん,なんていうのもうなんかもういっぱいありすぎて何から話っていうか分かんないんだけどなんかそのずっとテレビで見てた人とか方々とかその他のねほ他のグループさんの 方々とか目の前にいてなんか <laughs> ってなったしで応援ゲストにみちゅさんも来てくださってすごいなんか心強かったしあと岡田菜奈さんと初めてお会いして岡田菜奈さんの携帯でお写真も撮ってそう話しかけてくださったんですよ岡田菜奈さんもうオーラがすごかったそうそう ありがとう。サーマルルージさんコンペートありがとうえっですよねえもうファイナルストライブにの他の方々がもうすごすぎてもう絶対えっえ,え,え,えってなってるどうしよう。バリーさんありがとうコンペイト。サーマルルージさんまてるじさんコンペイトありがとう。そうなんですよ。え 昨日の映像を見てこれから応援したいと思いましたあぜひぜひ嬉しいぜひリオのファンになってくださいそうなんかすごいツイッターもなんかたくさん感想良かったとか書いてくださっててタレンドにも載っててすごいたくさん聞いてくださって嬉しかったですミンニーさんバラクマヌパパさんコンペットありがとうそうもう余韻ひたひたゆずきさんのインボースターありがとう サバズキシ君さんなんだっけこれひしもちかひしもちありがとうそうごめん寝起きだけさぁすっぴんでさクマもやばいしさなんか目が腫れとるけど気にせんねんねそう。あしあうりくの選曲はどうやって決めたんですかあそういうのも明日いろいろと明日とか後々話せればいいかなって思います 他のチームの人と話したの話せましたなんか、たくさんお話ししたんですよそうしました <laughs> ちょっと待ってね。ちょっとまだコメントが追いついてない。ミニーさんあわははなんたはありがとう。ああ。動物騎士君、あなたありがとう。ゆずきしさんうぅいつで100,000万まつんだゆずきしさん熊田はありがとう またお礼させてねありがとうそうなんですよ嬉しいですようつあんな低音出るのすごい低音が武器なのでよかったちょっと待ってくださいね、えー、今なあちゃんとお話し会してきたええー、今日話し会なんですかいいねゆいりさんとは話せなかったですそう 通りすがりに「お疲れ様です」って言っただけでゆいりーさんとお話しできなかった今度会った時お話ししたいですリオが歌った後の拍手もすごかったいやそのそそれもなんか全然あのもうなんかそそういうのもなんか全然気にするくらい余裕がなかったですそう サーモルジさんひしもちまイかめセーブさん、ね、モスター森森さんひしもちありがとうありがとうございますけんちゃんさん、ね、モスターありがとう森森さん花束ウィンディさんチューリップありがとう森森さんお疲れまゆかめセーブさん頑張ったありがとう ミンさんさかわいいあやさんフレームありがとうちょっと待ってくださいねま毛めちゃえびさんハートありがとうウィンディさんとうとうありがとうあッ OK! 上まで行きましたお待たせいたしましたはいそう昨日はたくさんあのその他のグループの方々とお話ししてそうえっとね まずねしおみんさんそういいしおんさんとお話ししたんですよめっちゃおかわいくてそうめっちゃおかわいくてそうで昨日もお写真撮ってもらってお話もしたんですけどそうなんですよい,い でなんファンの方が載せてるそのしおみんさんの動画を見ましたショールーム動画かなそうでしかもあのしおみんさんがツイッターにも載せてくださってたしインスタのストーリーにも載せてくださってて嬉しかったですあの子面白いねね初めてお会いしたんですけどめっちゃ面白い鈴木さんレモンスターウインディさんツリ,リースありがとうそうなんですよめっちゃおかわいかったです あとは豊永さん豊永さんともなんかあのなんか豊永さんがねあの最初のさレー,レースで出るみたいなところがあったじゃないですかその時に目のあのあ隣だったんですよ隣ででそうで隣にいらっしゃってでなんかインタビューされてる時に「まあなんかどうですか?」みたいに言われて。あの まあ、最初は礼をして帰るだけなのでって言ったら。あ、そうですね。礼するだけだもんねみたいな感じで話しかけてくださって。もう、なんか。豊永さんの、なんか。すごい。歌がすごかった。受験のりょうちんさん、ありがとうございます。s しおててけんけ中学二年生、十四歳のりおつんこと、カメラリーです。ぜひ、気になったら、ハロー、お願いします。ばりさん、ひしもち、ありがとう。そう。 オープニングからダブルセンターだったねそうなんですよこ,、ね、こ,うこうだったからそうそうそう,そうであとはえー、っとエゴさんエゴさんエゴエゴユウナさんエゴさんともお話ししてそうめちゃめちゃお優しくてかわいくてでなんかツイッターにもあの ツイッターにリオの写真も載せてくださってたんですよさっきそう一番目にそう嬉しくてでなんか話しかけてくださったんですよねなんかあの10回の振り付けは自分でやったのってあの話しかけてくださってでそっからいろいろお話ししてそうでいろいろお話ししてから目が痛いろろい話してでなんか終わ,終わった後にあの エゴさんの方から楽屋に来てくださって「写真撮ろう」って言ってくださってそうであのリオの携帯で撮った時に写真撮る時にハグしてくださった豊永さんの1曲目はすごかったですよね <laughs> もう圧巻かん「さんまさんハートありがとう」1曲目帰る時エゴさんとリスを送り合ったそうなんですよ あの帰る時にね、十回終わって帰る時に、エゴさんとすれ違うんですけど。勝手拍手してくださって、そう、もう、だってさ、だって今から自分の出番なのに。勝手、やってくださって、本当にお優しい方だなって思いました。おゆずきちさん。お。五千かける二で一番。<laughs> リースだありがとう。これさ、名前やってるかな、リースかな。あ、チューリップリースみたいな。 ありがとうまたお礼させてねそうゆずきちさんレイモスターありがとうミンデさんバラありがとう TikTok2023 さんリースありがとうそう豊永さんねお写真撮っていただきたかったんですけどまた今度受験の<笑><笑> 緊張する <laughs> あのファイナルストライブ一緒にあの一緒のステージに立てるなんてすごい夢みたいですありがとうございます <laughs> ああしいえ秋吉さんのあのすごいハスキーな感じのあの素敵な歌声がめちゃめちゃ素敵です <laughs> と秋吉さんのハマりもすごく好きで、そうすごい好きです。くっくっく <laughs> めちゃめちゃかっこよかったです。<laughs> あ！あちょっと写真写真スクショスクショ,スクショ。ありがとうございます。嬉しいです。またファイナリストライブの時にお話してください、ね。レ <laughs> クソケに清水さんさんリースありがとう。えー。 みさんミラーボールありがとうあっシさんタワーありがとうありがとうございますくまちゃんとワありがとうまた降りさせてね来ました <laughs> <laughs> なんかまだリオ何も知らないからあのなんか迷惑かけちゃうこともあると思うんですけどよろしくお願いします <laughs> マイクジェーブさん、マリーさん、レイモンスターありがとう。はあ、サモデルディさん、花束ありがとう。歌の時のギャップエグ、ライブ楽しみです。や <laughs> ありがとうございます。<laughs> ます <laughs> 猫かぶっちゃった、どうしよう。<laughs> ちょっとみんなさ、笑わないでください。<laughs> さっきと。<laughs> ありがとうございます。嬉しいです。ゆずきさんありましたありがとうございます。えバリーさんこれタワーなのかな。ちょっとちょっとみんな教えて。えバリーさんタワーかな。もう50分だ。<laughs> あゆずきちさんくまちゃんだわありがとうすごいみんなたくさんタワーもありがとう花火さんブラボーありがとうございます。 さんレインボースターありがとう嬉しいあやさんレインボースターありがとうマイカメステーブさん小判オリツンさんリースありがとうマイカメステーブさんなるまもありがとうバリーさんタワーレインボースタータワーありがとうバリーさん昨日からリュウの人生が大きく変わった気がするキゃ <laughs> インディさんハートありがとう。猫は履くものでしょですね。猫は履くときのものです。<laughs> インディさん、ハートありがとう。ありがとうございます。そう、昨日ちゃんと猫はいてたから、そう、一番ね、一番強烈の猫はいてたよ。マイカ娘さん、コペットありがとう。待って、ちょっと話が途中だった。えっと、で、今言ったのは、えっと。 イーシオンさんととえっと豊永さんと英語さんか <laughs> <laughs> であとねあの三村さん三村さんに話しかけていただいて「あ三三村です」みたいに言ってくださって「ふリちゃんさんとうとうありがとう」そうで話しかけてくださってそう でなんかすすごいかったですっっででててて言ってくださってでリオはあの予選の時のさ「ドライフラワー」がすっごい好きで素敵だったからそのことを伝えたら「えー、なあのファンの方から聞きました」って言ってくださって、うん、お話しできた「ウィンリーさん花束カムカムさん花束ありがとう」そうなんですよ。あと岡田奈々さんは あの話しかけてくださってそうよかったよって言ってくださってでリオはあのは初めてお会いしてすっごいもうずっと会いたかったのでお会いしたかったからずっと会いしたかったんですって言ったらでなんかオーディションの頃からもう最強だと思ってたよって言ってくださってで写真撮ろうって言ってくださったから写真も撮っていただいて。 であのでもその後にすぐねリオ行かなきゃいけなかったからあの <laughs> 行かなきゃいけなかったから <laughs> そうだからリオの携帯では写真を撮れなかったんだけどマネージャーさんを通してあの送っていただきました「マイクメスセイブさんレインボースターありがとう」「そうオーディションの頃から最強だと思ってたよ」って <laughs> おお<ー> <laughs> どううしようであとはえっと澤田さん澤田さんにも話しかけていただいてそうそう澤田香音さんにも話しかけていただいて「なあちゃんオーラすごかった」「そう若澤さんオーラすごかった」「あの通りすがりの時もほーって周りがなってた」 そうなんですよそう澤田香音さんにもお話しかけていただいて「澤田香音です」みたいにあの自己紹介から始まってそうでなんかあのリオが「朝配信見てますすごい,早い朝早くから配信してますよね」って言ってたら「あ見てくださってるんですか?」みたいになってなりました。毎日ミスティブさんとありがとう HKT48 の坂本さんとは話せなかったんえあのお話ししたかったんですけどタイミングがなくてでも目は合いました <laughs> そう最初あの楽屋に入った時に同じ楽屋だったんですよそう STA と HKT48 さんが同じ楽屋でそう目は合った <laughs> 目は合ったから嬉しかったそう ミンニーさん、バラ、ありがとう。ゆずきさん、チューリップ、ありがとう。片付ズしシ君さん。なんだ、なんだっけ。尻餅、あ、違う、違う、違う。<laughs> あれ、なんだっけ。あれ。<laughs> ひし菱<持>餅。<laughs> ありがとう。ブルシティさん、花束、ありがとう。浅井菜々美さん。あ、そう、浅井菜々美さん、すっごいお綺麗で。もう。すっごいお綺麗だった。

審査員さんともお話できましたがあっその話もまた明日するねごめんね何で読む13位ホリちゃんさんありがとうございます12位マヤカムシテーブさんありがとうございます11位沢ルージさんありがとうございます10位カップスキシ君さんありがとうございます9位ウィンディさんありがとうございます 8位吉こ,こくんさんありがとうございます7位あやさんありがとうございます6位おりつーさんありがとうございます5位しょうじさんありがとうございます <laughs> 4位テイクストックに0 2 3さんありがとうございます3位グッさんありがとうございます2位バリーさんありがとうございますそして1位はドゥルルルルルン ゆずきちさんありがとうございますありがとうみなさんありがとうございましたありがとうございましたうんちょっとね明日はお仕事があるんでちょっとあのそれが終わり次第 配信できたらなと思います。 けんのゆうきさん、ありがとうございます。えっ、生と研究生、中学二年生、十四歳の。りあつんごとくまなりゅうです。ぜひ気になったら、ハローお願いします。みなさん、ありがとうございました。一 <laughs> 位ゆずきじさん、ありがとうございます。三千七百四十三名の方、たくさん見に来てくださって、ありがとう。 今日はちょっとと短いい配信でししたたががありがとうございました本当に皆さんまだ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 もうたっぷり10時間ぐらい話せることが <laughs> あるんですけど <laughs> また明日以降ち後々話していきたいと思いますありがとうありがとうございます 昨日は夢みたいだったポーズ。<laughs> あ、六位のポーズしよう。十回ポーズ。明日は配信何時、まだ決まってません。お仕事があるので、まだ未定でーす。 楽しみ楽しみハイナラストライプ楽しみー <laughs> 楽しみそうストライプワンピースもかわいすぎましたあ昨日のそう昨日花柄のね刺繍のワンピースでしたね嬉しいそう初めて着た衣装でした <laughs> お花しか生きてないって宣伝しておこうああ あ今受付はしないんですけどまた受付が始まったらぜひお話し会待ってます今日の服もかわいいそうこれさ昨日着ていった服なんだけど新しい服でそうでもこの服できの写真撮ってなかったから今日着て見せたかったのまた写真撮って送るね リオツンの歌った後黒沢さんが驚いてミチと話してましたよ。